大横田つとむ4月20日から1970年は日本の水泳選手。1932年ロサンゼルスオリンピック400メートル自由型で銅メダルを獲得。明治大学出身。広島県出身。旧制修道中等学校で首相として活躍する。明治大学在学中の1932年、200M 自由型で2分14秒6。 400MGU 型で4分50秒4の日本新記録を出した。同年ロサンゼルスオリンピックで圧勝した日本、水泳チームに選ばれ一腸円にかかったものの男子、400MGU 型で銅メダルを獲得した。おさむ道中学校では2期上に河合したち割れ、1期下に河津健太郎がおり、同オリンピック競泳で揃ってメダルを獲得した。明治大学卒業後は陸軍に入り、 方兵隊として終戦を迎える。1950年12月、陸上自衛隊の前身である警察予備隊に入隊し、第三特化連隊第三大隊長、同副連隊長、防衛大学校教官、岡山地方連絡部長を歴任。1964年の東京オリンピックに際しては、オリンピック支援集団司令部競技支援部長として、 オリンピックの運営に携わった。1966年4月20日、一等陸差で退官。ありがとうございます。